次の観点で、詰められる方、文書を出して、できるならご親戚。誰かいらっしゃいませんか？中川くんなんか痛がってたんじゃないの？はい。詰めてください。次の観点というのは、さっき送ってくれた3つの顧問かな、い少やい子や、化で自己そ破んな産のにで別すに乗っね。かる必要は全くなく、一応こういうことを言ってますよっていうだけで、こっちからでいいんです。こっちでもうこの文章によって、確実に釈迦本仏はもう裁断しちゃってやればいいんです。はい、ビシッと。勧業8万章は終わりでいいんです終わりました。もう完全に論破しきった。か？ はい、次。富はい。岡です。はい、お願いします。富岡君。はい。バシッどうもとお久願いししぶまりです、す。近藤さん。はい。こんにちは。あ、どうも。こんにちは。この間もね、出したやつなんですけど、う近藤さんとの話の中で、ん。うん。ご親戚の下山ご消息。はい。はい。そうです。教主釈尊より大事なる行者を、華経の第五の巻をもって日蓮が頭を打ち。これ、教主釈尊よりって、いわゆる、近藤さんたちが、本仏様と崇めている教主、お釈迦様ですよね。はい。その方より、大事な行者、って書いてあるわけですよ。どう考えてもね。だからお釈迦様より大事な行者ですよ、と。で、その方、その人を、法華経の第五の巻、いわゆる、大乗人様が、辰の口の法難の前に吸収されて、聖宝っていう、念仏の坊さんとかにこう、殴られてたわけですよ。はい。で、殴ったものが、いわゆる大乗人様がお持ちだった、法華経ですよ。はい。法華経のその第五の巻で、大乗人様の頭を殴った奴がいるわけですよ。わかります？はい。その殴られた側は大乗人様ですよね。その大乗人様ご自身で殴られた人を、教主釈尊より大事なる行者と仰せなわけですよね。そうわでかすりね。まそす？のまんま読んだら、下山ご消息。あ、ページ。1159ペ、115959。ページ。うん。教釈より大事なる行者。自分のことをおっしゃってるわけでは、ご自分のことを指して、おっしゃってる門の意ではないんですが、はい、文書を出して、それを証明する文書を出して。文書を出さなきゃダメよ、あなた。いち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 。下山ご消息に対する破釈論もあったんですが、ちょっと今探してて。じゃあ、この5問だけ見てくださいよ。教主釈尊より大事なる行者って誰ですか？はい、誰ですか？この文脈見てくださいよ。そもそも教主釈尊って誰よって話よ。この下山ご消息のここの。もしこれを釈尊って言わないんだったら、他に誰を出すんですか？大日如来か言ってくるの？阿弥陀如来かなんか言ってくるわけ？はい。そこをまず、そこ出しなさいよ。教主釈尊ってあなた、それを持ってくるわけでしょ？他の文書で教主釈尊と言ったら、それを言ってるから大乗人様は教主釈尊より下ですよっていう、そういうふうな使い方してるじゃないですか。だとすれば、同じ論法、同じ思考を平行移動すれば、ここに出てくる教主釈尊ってのはお釈迦さんってことですよね。そこはいいですよね。教釈尊にも二義あるんですよね。はい、じゃあ言ってください。二義あるっまずて、誰の論？二義あるって教えてるんでしょ？いやいや、二義どころか、六義あるんですよ。悪いけど。全然浅いんです。あなたの言ってるそんな驚愕論なんてね。なのいや、ちょっで、人の言葉で取るんじゃなくて、あなたの主張で教主釈尊って言うんだから、それは誰か言ってください。まあもちろんお釈迦様なんでですすよが、ね。あなたの主張だとそうとしか言えないんですよ。お釈迦様だけなんですけれども、はい。ちょっと待ってください。これに、下山ご消息に対する破釈論だが、めだめ。今から勉強したって、もうそれはもう勉強不足。あなたが自分で体得したことで言ってこないとだめよ。我々、私は少なくとも、
もうこの空で行ってくるくらい、まあ、それ言えないことは全部資料にして即応できるように準備してきてるんです。そのくらいの形と覚悟と勉強研鑽を持って臨んできなさいよね。だから今更どっかの文献引っ張り出して日露さんがこう言ってたとかなとか言ってたってもうダメなの。次の機会でまだ聞いてあげるから、今のところで言うとそのまんま解釈しなさいよ。その言葉通り意義を教主釈尊つまりお釈迦様ってことは今認めましたね、はい、より大事なる行者って、これもちろん日蓮様のことをご自分でおっしゃってるわけですよね。行者なんだから末法の法華経の行者って意味がここにあるわけですから、そこは違うんですか。この行者っていうのは大乗のこと言ってるんじゃないですか。そうですね、上行菩薩の下手仏法としての法華経の行者であるのは同じですね、はい、ですね、いいんですね、はい、となればこの門扉、これも大体小学校高学年ぐらいで分かりますよね。今日お釈迦様より大事なる末法の法華経の行者かっこ日蓮はっつってんですよ。それをだよって言ってるんですよ。それをだよ、この法華経の第五の巻をもって日蓮の神戸を打ちっていうふうにまあおっしゃってる文脈じゃないですか。どう見たって釈尊より末法出現の我日蓮の方が上位者であると、本仏とまではここでは断定できませんが、ただ文意をよく見れば教主釈尊ってことは結局五百人伝合の久遠実情の釈尊ってことはもう、教学上そのもう通例ですから、となればそれ以上それより大事なる行者っつったら久遠実情五百人伝合の仏よりももっと深い尊い何者かの仏だって言ってるのに等しいってことですよ。そういう意味ではこれも下山御装束の中で反論反証できるものがあれば今あなたの実力を持って出していただいて、出せなければここもまた打ち切りしますのでどうぞお願いします。はい、久遠実情の釈迦牟尼仏、まあお釈迦様を指して南無法蓮華経こそが日蓮大乗尼の真意であるということを元に、反論しますけれども、いやいやそんなことは今の部位にはない、そんなね、はい、そのこの分野にはないんですよ。これ出来事を言ってるんだからね。辰の口の方なの直前の時にそうやって小右坊が大乗尼の懐にあった醍醐の巻を引っ張り出してきて散々に打ち据えたっていうこの出来事のことをただ描写してるとこなんですよ。ここにそんなその何久遠下手の南無法蓮華経がどのこうの上行菩薩がそういうことは言ってないんです。つまりほんのちらっとここにほのめかしたわけですよ、ご自分のご境地っていうものを。その歴史的な事実をご説明されるその文脈の中にほんのちょっと表されたっていうそういう流れなんだよね。なのでその話を複雑にしないでください。単純に当時の辰の口の方なの出来事の時のことを言ってるんですから、そこに釈尊よりも私の方が末法出現日蓮の方が上位者である、大事な行者である、こういうふうに仰せになってるんだから素直に読みましょうよ。いやそこそういう意義はないんですが、ないんだったら証明しなさいって文章で、できないんだったらギブアップしてください。ここ下山御装束も敗北しましたと、じゃあ次行きましょうと、次行きますか。無理だよね、これ以上詰めてもあなたはきっと答えが出るわけがない、今のその勉強の程度では。次行きましょう。はい、また次の、じゃあ後に回しましょう、はい、はい、いいよ。じゃあ次の5問で詰められる人